演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はしな沖縄の名物のサーターアンダーギーを食べたいと思います。こちらのサイズです、大きいですね。なんか色が2種類あるんだけど、揚げ方が違う、揚げた時の温度が違うのかな、それとも味も違う。うーん、どちらだろう。まあ、まずはこの二重袋、意味あるのかなに包まれているこれらを解放していきましょう。中はこんな風になってます。このこっちの方も気になりますね。でもまずはこちらのシンプルで薄い色の方からいただきます。似てるって言えば似てるね、あの商品に。でもそれともまた違うかな。わかりやすく言うと、オールドファッションドーナツを丸く円して、それで、ね、して揚げたような感じですね。外側はサクッとしていて、中は結構、生地が、言い方悪いですよ、パサついていて、唾液を持っていかれそうです。ただ甘さはしっかりと美味しいですね。で、なんか、買ったお店からこういう言葉が導入されていました。どうやら沖縄の方言みたいですね。沖縄の方には独特なものが多いので、なんか頭の中に残るんですよね。ちょっと聞いただけるのでは、残っているこのちょっと色が違う方、これも何か違うのでしょうか。はい、こちらの中身はこんな感じですね。ちょっと見えにくいですけど、なんか色が違う気がしますね。さっきはしたもので、はこちらのちょっと茶色い方をいただきます。同じく同封されていたこちらのカルに書いてありました。最初の薄いのはプレーン味、後に食べた黒いのは黒糖味ですね。ただ両方とも味はそんなに違わなかったような気がしますね。黒糖といっても砂糖と甘さはそんなに変わらないのかな。ただ体には良さそうな響きはありますが、で、いわゆる何もかというと、これ1個あたりのカロリーが意外と低いんですよね。ここに書かれている通りであれば、大体オールドファッションドーナツだとこれの3倍くらいカロリーあるのに、何が違うんだろうな。で、ここにはオーブントースターで焼くとさらに美味しく食べられると書いていますので、また機会があればやってみたいと思います。で、肝心の味の方ですが、プレーンの方は本当に先ほども申し上げたようにさっぱりしていて、オールドファッションドーナツを丸くして揚げたような形になっていて、味もそれに近いですね。なのでそのまま食べてもまあそれなりに美味しいのですが、何かつけたくなるかなと思えてしまうのでございます。それもちょっとつけて、商品のおまけにつけてほしかったなという部分がちょっと出てきてしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして黒糖の方は、確かに若干味は違うのですが、やはり基本的に同じなので、こちらも何かつけたいなと思えてしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。つけるとしても何がいいのでしょうか。さっきには黒蜜とか書いてありましたけど、黒蜜だけなのでそうですよね。それでは、また機会があれば食べてみたいですね。では、アイスクリーム、木曜食べると太るかもよ。いや、何食べてもそれは太りますって、食べ過ぎれば。あ、でもアイスクリームと
ソバター&ナギー合わせると美味しいかも。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分塩塩。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。